ックモノマネスイッチオン。さあ、ということで始まりました GB フェイクブックです。指の先からレーザーがもし出てたとしたら大惨事になってる千原ジュニアさんの手の動き。あーどうだよ、僕はまあ、ウォーリー・マウロさんって言うじゃないですか、宇宙飛行士のね、宇宙飛行士の、ね、宇宙飛行士のウォーリー・マウロさん言うんですけど、そのね、ウォーリーさんがもう、ね、宇宙で、うんこすると、うんこするときね、もうどうしてうんこするか言うたら、重力がないんですって、だから、もう宇宙でうんこするのって、めっちゃ大変なんですね。めっちゃ貯める千原ジュニアさん。僕ね、お手伝いさんおって、お手伝いさんが、部屋にバーッ入ってきて、ほんで壁伝いに、ヘローヘローヘロー言うて、まあ外人さんやから、あよー言うて入ってきたんですよ。いや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 、シガニ・ビーバーだと思ってる話でさ、この話したら、ね、後輩が、もうどっかんどっかん受けたんですよ。めっちゃ寂しがりやな、千原ジュニアさん。僕もね、まあ、後輩から聞いた話なんですけど、ジュニアさんって、まあそういうね、肩とか来るんですけど、ね、マッサージ行くんですけど、ね、行くよ、いう話してて。ほんで、後輩からまだ聞いた話なんですけど、まあ、そういうね、店に行くと、ね、いかがしい店もあると、後輩が言うには、そこ行ったら、もうジュニアさんやったら指さされますけど、僕やったら指さされへんと、で、入って行ったと、後輩が言うにはね、もう僕はもう真っ暗なんですって。で、俺ね、そのね、後輩が言うには、もうやっぱ入ってったら、もうなんか、もう多国籍のあんな感じの匂いがして、後輩が言うにはね、後輩が言うにはですよ。後輩がね、後輩二血でよく見る千原ジュニアさんの拍手の仕方。そんなんあったよ、ね、こばあ。わかるわ、それ。うまいもん食べた後の千原ジュニアさん。ビビーン。チャンネル登録しなくていいからね。嘘よねー。してして。